森岡市上下水道局とは、岩手県森岡市の水道事業、下水道事業を所管する地方公営企業である。平成27年度の状況は以下の通り。当時には、昭和3年4月創設の森岡市水道利用組合が存在していたが、組合と協議し、その施設を全面的に買収する譲渡契約を締結し、昭和7年8月に、 水道創設事業認可を受け、水道課を新設した。当時の水道は、中津川支流の米内側を水源として導水し、与内浄水場にて浄水、新城の排水地から市内に給水するものであった。以降、需要水量の増加に伴い、昭和28年からの青山用水場建設、昭和31年の北栗屋川用水場建設、 中屋敷浄水場、高松排水場建設、沢田浄水場建設、新城浄水場建設、各施設拡充を経て、現在に至っている。また、上幅、中幅、飯岡、つなぎ、湯沢団地などの簡易水道事業も統合し、給水区域を拡大してきた。昭和28年に、再延地区で、計画面積約150ヘクタール。 計画人口約3万人の4可年事業に着手したことに始まる。以降、二大田はじめ、南、内丸、上田、北、東地区等を拡張してきた。その後、近隣市町村を含む森岡、広域公共下水道計画が策定され、単独と流域下水道との整備等を経て、現在に至っている。なお、流域下水道は、 北上川上流流域下水道事業として、岩手県が事業主体となっている。上下水道事業管理者を代表者とし、部長1名、次長2名以下各課が設置されている。主な施設は以下の通り。ありがとうございます。